ね、君たちはマステセットあと10日しかないからね。4月も実はあと10日。すで、うん、にゴールデンウィークが差し迫っているこの状況。ああ、もうそこだ、ゴールデンウィークね。ゴールデンウィークの予定はあるのかいないだろう。 ないのなうち、ゴールデンウィークないじゃん。そもそも。あまあ、なくはないよ、別に。<laughs> いや、別に、どっか行きたいんだったら休み取って行ってくださいよ。<laughs> うん、まあまあまあ。でも、君、ゴールデンウィーク行かない派じゃん。俺はね。竹枝の,の、だから、必ずずらす派だから。でしょうん、だから、来学末にでも行くのかい 行かないだろライラック祭りは。えライラック祭りってあれだよ大通りでやってるやつやってるけど、見に行くあれ。いや、別にライラック自体は中岡はへの足しにもならんっていうのは分かってて。あ、うん、るよ。また出店出るじゃんいつもの中岡の大好きな。うん、あれを目当てに行くのかなって。うん、いや、そのレベルの出店だったら、うん、お気に入りの店に行きたいよ。あー。結構出店ってね、ピンキリなんだよな。うまい店ある。だオータムフェストとかは行きたいんだよ。うん、食の祭典は。 んじゃあ、あんまり出ないんだ。お祭りの、そういう、出店レベルはね、あ,<ー>あんまり好まない。あ、そうなんだ。うん。そういえば、通風どうなった通風問題ない。あれから一切。<laughs> 治っちゃった。あ、もう、もう、もう。尿酸値は今何尿酸値今6.0。あれ <laughs> 何 <laughs> 一般人より減ってないもん。多分ね、平均値より下げて、で、今、お医者さんが5、5代うん。6.0より下げたいって言って、うん、もう1ヶ月、今、投薬。 続いてるんだけど。でも終わりかい投薬も。多分もう次、来月で終わりだと思う。なーんだ <laughs> ね。くっそつまんね。<laughs> くっそ,そつまんね。<laughs> え <laughs> <laughs> なーんだえ、でもわかんない。地獄は見ないのか。5月で投薬切って、うん、で、また1ヶ月後投薬なしで、うん、多分そのまま行って、 1>, 1ヶ月後また何本になるかっていうのを見ると思うんだけど、<う>そこでどう増減するかはちょっと見ものかもしれない。いやー、3倍とかになってほしいね。3倍 <laughs> らい。<laughs> <laughs> 体中ガビガビなんで俺。<laughs> 決勝だらけ海洋圏みたく3倍4倍。あれこんなにみたいな。2種になってるぞとか。<laughs> <laughs> なってほしいね。大丈夫だって言わなきゃいけないでしょ俺。大久保ジムは大久保ジムがね、最近行けてないんだよ。やったー <laughs> <laughs> もう、中岡がとんざしたり、三日坊主なのが楽しみで楽しみだ。えでもね、これちょっとね、理由があるんだよ。どう,どうぞ、理由をお聞かせてください。<laughs> あの、マンション関係のやつの、その、打ち合わせとか、そういうのが月曜日に入るんだよ、はい。いや、そんな朝から晩まで一日中12時間もやってるわけじゃないでしょで大久保さんの時間、空いてる時間が、朝の9時から11時ぐらいまでなのさ、ほんか月曜日のね。<laughs> <laughs> <laughs> その時間にちょうど入ってくるから、うん、で、通風の病院とかも月曜日のその時間に入れるから。なんか意図的に入れてる感じもするな <laughs> いや、違うんだよ、<そ>病院とか。そこしかね、入れれないのさ。本当かね。本当かね。そう。だからね、ちょっとね、で、大久保さんも、こう、映画見に行くとか、予定入ったりするから、うん、<laughs> そういうのがあってね、ちょっと最近行けてないんですよ。<laughs> 映画とかの予定にもうん、 押しのけられる程度なんでしょ映画の予定でもう中岡のジムは。じゃあ今日はちょっとすいません。映画行くんとか、そうコンビニに買い物行くんですいませんとかのそういう。あそこはね、いや明日もしかするとちょっと、あの、病院行かなきゃいけないかもしれなくて、つって、いやじゃあ僕も映画行きたいから、明日やめときますかっていう感じにね。で、結局何日行ったらいいのよ、今も。えー、3週間。もう無理だっやったぜ、もう。 <laughs> しょうもない、しょうもない。もう無理だって。いや、まだ。そもそもさ、一、うん、週間に一回だけ、二時間ぐらいしかスペース、うん、時間がないところに、予定を組もうとしているのが、うんはい、そもそも飛んざしているのよ。まあな。本当にやるべきだったら僕みたく深夜に走るべきよ。あー、じゃあ外走るか。走るか何一人で何 <laughs> <laughs> 夜走るかぁ。自分で言ったよね、今ね。いや、でも危ないからな、オッケーオッケー、絶対やらない、分かったかった。そういうのを見るのは楽しいわけ。俺、夜最近、ほら、不審者とかね。その通りだ。うん、不審者に襲われてはたまったもんじゃないもんな。オッケーオッケー。歌を言い訳聞きに来てるからさ、僕も。そういうの楽しいわけ。やんなくていいよ。ちょっと運動はしないといけないかなって。大丈夫、大丈夫、大丈夫。僕は思ってる。やらなくていいと。 あ、本当はあ,あ,ああ、その言葉嬉しいねい。全然やらなくていいと。ただ言い訳を聞きたいだけ、うん、僕は。そういう後押しがあるとね、こう運動しなくていいかなって思う。ああただ僕を免罪文に使わんでくれよ。いや、そこは使わせていただかないとさ、<laughs> せっかく言ったんだから。<laughs>